乾燥のため再び室に入れます。この作業は何度か繰り返します。回数を重ねるに従い、金色の文字が深みを増していきます。最後に鹿の角の粉、角粉で磨き上げます。角粉は非常に粒子が細かく、表面を鏡のように仕上げるためには欠かせません。布で磨いた後、今度は指先で磨きをかけていきます。光を出すためにね、やっぱり天だってどこでも人間のあれっていうのは油が少しは出てるんだよね。だから手だけでやるのもいいわけなんです。急いで早くやっちゃいましょうなんて言って強くやると、一生懸命こすってるようでもあまり力入れてない。時間かけて自然と艶を出していくっていう。植草さんの蒔絵の技法を使った位牌です。まあ私の場合あれですね、一日に何十人ってこう描いても、お客さんは一人一人別の方がまとめて買うわけじゃないがね。一人一人がみんな別の仏様だから、一人一人気をつけて書くっていうことがまあ一番大事じゃないかと思ってね、一人一人一生懸命やるということですよね。植草さんのお宅では現在二人の息子さんがその後を継ぎ、伝統の技を受け継いでいます。手間はね、やっぱかかることだから、うん、それは一つ一つまあ教わったことやっていくしかないって感じですけど、やっぱ字とかよくね、やっぱ形を知ってるっていうか、やっぱ数が違うんじゃないですかね仕事してる。今機械文字とか機械彫りとか多いんですけど、やっぱり親父の字見て、うちの手書きでちゃんと綺麗に書いてもらってるなと思うような、やっぱり丁寧な字を書いていきたいですね、はい、私たちは一番その当てはまるのは書家じゃないんですよ。いわゆる職人ですね。伝統工芸の職人っていうわけですよ。だから形のいい字を書けば喜ばれるわけで、職人っていうのはいつまでたってもこれで満足っていうのはどんな職でも皆さんおっしゃいますけど、そういうのがね、これでもう完全だっていうことありえねえんで、その辺が難しいところで、いつまでたったって満足いくのはなかなかないもんなんですよ。これが蒔絵師植草誠二さん。
植草さんの仕事には古くから脈々と受け継がれる伝統の技が息づいています。